もうちょっと抵抗の方をズームでお願いします。抵抗の方をズームで。ああ、そうそうそうですね。で今あの被災したところの、はい、復旧状況のところを撮影しているんですが、はい、確認できますよ。確認できますよ、うん、大丈夫。そのままじゃあ上流へ。100メーターぐらい、上流の方に行ってます。じゃあすいません、高度を上げてもらって。はい、はい、じゃあそれから今から高度を上げます。浸水エリアが分かるぐらいまで上げてもらっていいですか。こちらはですね、今ですね、富士川の上流から下川水門と公平橋の方が映るような形で撮影しております。あのちょうど画面真ん中辺から発生した水がこう今のコンクリートブロックのところにこうずっとこう流れてきてますね。もうちょっと川の上の方がいいね。川の上飛んで。川の上ですね。川の上飛んで。じゃあちょっと移動して。そうそうそう。堤防の上の方から、今映ってるのは公平橋ですね。はい。でそこから上流の方の被災してる場所の方をします。おそらく前沢川の合流と富士川のバックウォーターで水位が上がってますね。はい、そうですね、あの画像もかなり綺麗ですし、はい、電話も先ほど申し上げた通り、うん、リアルタイムで会話もできましたので、うん、あの十分これからこれに向けて整備していきたいと思っています。